ガチャに委ねる異世界廃人生活は時の洋介によるライトノベル。イラストは紅糸口。もともとは回るめぐるスロットガチャと異世界物語奇妙なメンバーとの冒険探のタイトルで書くよに掲載されていたが、後にタイトルと内容を修正し、富士見ファンタジア文庫からライトノベル化された。ストーリーそのものに大きな変化はないが、 キャラクターの言動や性格、容姿、能力、動機などが多岐にわたって開講されている。内容としては、コメディ要素が強く、キャラクター同士のやりとりにコメディリリーフを担うものが多い。恋愛に関してはほとんど描写はされず、いわゆる晴れムものとは若干異なる。一巻のあらすじ、くるみやめぐることまわるは三度の飯より、ガチャが大好きな高校生。SSR を夢見て、 ガチャを回していたところを事故に愛死んでしまう。死んだ先で出会った女神セリーアの計らいで、望みの存在に転生させてもらうことになったが、人間に転生できるのは、数千年待ちだと聞かされる。そこで、マールは、自分と同じような境遇の人間を集め待ちを築き、転生の順番が来るまで過ごすことを決める。それはまずいと、セリーアは、 異世界で良ければ今すぐ転生できますと大体案を出し、こうして回るはセリアが管理する異世界に生前の姿のまま転生することとなった。特殊なスマホにはセリアによって特殊なガチャアプリがインストールされており、これは回るの前行によってポイントがたまり、その分だけガチャを回せるというもの。ガチャの結果によって回るは様々なアイテムやスキルを手に入れ少しずつだが、 成長していくこととなる。転生して早々、マールは、盗賊を名乗る少女、エミナと遭遇する。土下座して命乞いするマールだったが、実は彼女は道に迷っており、マールに助けを求めに来た。こうしてなんちゃって盗賊のエミナと共にビナギの町へと、たどり着き、マールは冒険者たちに依頼を出すギルドの職員として、働くこととなった。後に、依頼やトラブルを通して、 プリーストのキュレリーやメイジのタルトと出会い、エミナの発案によりマワルは4人のパーティーを組む。ギルドの職員として働く傍らで冒険者として、危険なダンジョン探索などを行い、マワルたちは幸運にも1億を超える所得を手に、することになった。4人で過ごす住居として、とある男爵が別荘として使っていた豪邸を、購入する。しかしその男爵というのがかつて悪魔を封じた人物で、 あり、悪魔が封じられた壺は、下水道の一角に隠されていた。不運にも道に迷って、下水道をさまよっていたエミナが、悪魔の封印を解いてしまい、回るたちは、上級デーモンこと、ラバーナオリオンと遭遇。封印を解いてもらった恩義により回るたちは見逃して、もらったが、自分を封じた男爵はもういないと知ると町そのものを、破壊しようとする。これを止めるためるたちは、 ラバーナと交戦。一進一退の戦いの末、キュレリーの一撃により、ラバーナを撃破した。ギルドの酒場で談笑していると、タルトがピンク色のウサギを発見する。マワルは習得したばかりの魔法ヒールでウサギを癒し、このウサギはピンク派と名付けられ、タルトに飼われることとなった。その後、セリーアは、マワルを人間に転生させたことで先輩の女神からお仕置きを受け、 異世界に人間として来ることになったのを、マワルは聞かされる。二巻のあらすじある日、マワルは古風な喋り方をする幼い少女と出会い、飴玉などを与えたり、愚痴を聞いてもらっているうちに親しくなっていった。突如、聖女として、ビナギの町にやってきた、セリアからマワルたちは、依頼を受け、邪神が封印されたという壺を確認するべく、遺跡を訪れる。 しかし邪神は100年以上前に復活を果たしており、今まさに失われた力を取り戻すべく暗躍していた。遺跡の帰り道、エミナは鉱山の扉の向こうに、かつての仲間たちが潜んでいることを確信。調査隊が送られることを聞くと盗賊団と接触し、マールたちの前から姿を消した。しかし連れ戻しに来たマールたちとかつての死種レードと鉢合わせしてしまい、エミナは、 どちら側につくか選択を強いられる。キュレリーを人質に取り、エミナに誰か一人を殺せと迫るシュレード。エミナはそんな彼を見限り、殴り倒して気絶させ再びマワルたちの仲間として戻ってきた。直後、盗賊団のアジトの地下に秘匿されていた遺跡が稼働を始めた。マワルの前に現れた幼い少女、サタナシアこそが世界を支配せんとする邪神であった。彼女は、 鉱山の地海石を起動させ、闇の力を得ることで、かつての力を取り戻そうと画索。友達を止めるべく、周るたちは邪神に戦いを挑む。劣勢に陥った直後、駆けつけたのは悪魔ラバーナであった。彼女の時間稼ぎと周るの奇策によりサタナシアは大ダメージを受けるが、ラバーナは生死不明になってしまう。サタナシアの激しい怒りによって、 遺跡の力が暴走し世界は消滅しかねない状態となってしまった。そこで、マワルはガチャで手に入れた神すらも怪獣する土下座を用いてサタナシアの怒りを沈めることに成功する。直後、セリーアの攻撃によって遺跡の崩壊が始まった。崩壊する遺跡からサタナシアを助け出そうとしたマワルは、二人で力を合わせることで脱出に成功。 しかし力を使い果たしたサタナシアは、まもなく消滅する運命にあった。マワルは、セリアに、土下座をして、友達を救ってほしいと命乞いをする。神すらも怪獣する土下座の力によって、セリアは考えを改め、マワルの土下座の力を封印する代わりにサタナシアを、救う。その後、普通の少女として、ビナギの町で過ごすことになったサタナシアと会話を交わし、彼女に、 もう世界を支配するつもりがないことを知る。マワルは、邪神から世界を救った人間として、大量の得ポイントがもらえると喜んでいたが、邪神を助けたことで大幅なマイナスを受け、先輩の女神から、得ポイントの帳消しを受けたということを、セリアから聞かされ、叫ぶことすらできないまま倒れる。ありがとうございます。